ですね、こんにちは。今日なんですけども、伊豆にちょっと行くということで、8時半ですわ。高速に乗っております。男3人で行くということで、本当に楽しみしてたんですけど、天気がね、これ最悪なんですよ。もう台風来てるということで、台風来てるところに海沿いに行きますから、本当に最悪で、本当に気分が優れないんですけど、ただこう宿がやっぱいいんで、今回本当にちょっとそれに行きたいということで、いろいろね、楽しい旅の様子をこれはちょっとお届けしたいということで、おそらくね、貧乏人の皆さんが一生行けないような宿に行くんで、それだけちょっと楽しみしとってください。画面の奥だけで、画面越しですけど、それだけでもちょっと楽しんでいただければなっていう、そういうような、心意気でちょっとやっていきます。我慢ですわ。気分だけだわ。クソが。うめえな。クソがマジでストレスだわ。いやー、長距離来たかやったな。価格がねえもん。これがもうこの店。最後ね、お出汁かけてめっちゃ。あ、すごい。なるほど。こちらわさび昆布してもらうのは大事だわりますけど。何だ。いくら、ウニ、カニ、ホタテ、そしてこの多分下になんか入ってますね、ネギトロみたいな。うわ、これは贅沢ですよ。うれ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 、よほほほほ。今まで食った物の中で一番、今日何回言うかな、それ一番うまい。今日は何回出ますか。決まる。これでちょっと今いろいろ飛びましたね、疲れとかも。あ、このネギトロも本当に美味しいです。これだ、乗り場でいいですか。綺麗だ。お前こっちだ。本日はご乗車ありがとうございます。こちらは伊豆国立公園道化島でございます。これから沖ノ島島並びに天然記念物の洞窟にご案内いたします。前方に見えております砂浜は内海の海岸でございます。第10代天皇の須神天皇の御代、この付近で天皇献上の大きな船を建造し、この浜から乗り出したという記録があり、のりが浜海岸と名付けられております。大幕を飛ばんでおります。もうこれ取れ、俺なんか取るな。沖合からこの海岸を見ますと、これですよ。中腹の白い部分が大きな幕を張り巡らすように見えますところから、この名が付けられております。これはすごいわ。やばいやばい、お時間がありましたらお立ち寄りください。
これね、あの本当伊豆来たら絶対行った方がいいです、マジで。すごいテンション上がりましたね。もう自然にできたっていうのがね、素晴らしい。本当に感動した。あれは。やっぱあのね、地層がね、ちょっとやっぱ面白いのとね、あれもう自然が勝手に作り出したものですから、人間がね、いくらやってもね、やっぱ思ったんですよ。なんかね、ディズニーシーだなんだっつってね、なんかああいうアトラクションあるでしょ、あんなもん全部真似事にしか過ぎませんわ。あんなもん見て感動してるやつここ来た方がいいです。本当に本物一回見た方がいい、マジで。こういうのをモデルに作ってるから、全部この世のそういうテーマパークなのなんなの、一回本物見てください。疲れた。見てください、ここが伊豆ホテルリゾートアンドスパということで、今年の6月ですか、できたばっかり。とにかく高い標高が、途中こんな坂登ってきましたが、おそらくなんかこう何山か知りませんけど、山の頂上ですね。242です。4階の部屋でございまして、はい、これがね、今回ね、俺らが泊まる部屋でございますわ。はい、ちょっとね、天気が悪くて残念なんですけど、これもオーシャンビューでございますわ。ほんとね、これ、まあ、海見えますか？わかります？一応、一番階層は高い部屋でございまして、まあ、よく言えば、あの辺の山とか邪魔なんで、ちょっと後でクレーム入れとこうかなっていうところであります。で、なんかまあここにあるものはもうこれは飲み放題ということなんでね、これはちょっといただこうかなと。私はもうこれのために今日やってますから。で、部屋にね、露天風呂がついてまして、おぉ、こういう感じですね。オーシャンビューでね、これ、海を見ながら風呂に入れるということで、いや、いいですね。非常にいいです。いいお部屋でございまして、そんな感じですかね。まあ。いい感じっすね。もうね、これ言い出しちゃ切れないですけども、本当に天気がね、良ければね、これもっと気持ちよくズドーンとこう抜けて良かったと思うんですけど、まあそれはもういい一個なしで、今5時くらいかなと思うんですけど、これから7時ですかね、夕食がありますから、ちょっとまあそれまでの間一番いいよ。ダメなの？飲みて酒。これ何？これ消毒。アロマ。いや、なんか俺ここの写真をね、なんかどっかでインスタかツイッターで見たのよ。ここ行ってる人がいて、ここの写真ですわ。ここを上げてる人がいて、俺はこのホテルのこと知ったんですよ。で、行きたいなと思って来たんで。いいよね、これね。ここだったじゃん。どんずばだ、ここですわ。これな、いいよな、夏とかね、特にね。ただ1時間でも2時間でも入れますね、これね。ずっとこうやってここでこうやってボケーっと、これなんかまあ
お前らみたいなもんはなんか YouTube とか見て 1,2 時間潰すかもしれないけど、俺この自然の風景見て 1,2 時間潰せる。ここ見てるお前らみたいなもんはなんかテレビかなんかのなんかそういうドラマかなんか半沢直樹か見て時間潰してるかもしれないけど、俺この海のこの海面のあれと雲の動きだけ見て、それが一番面白いもんな。なかなかいないよな、視聴者ディスるやつって自分の視聴者ディスる YouTuber。 嘘だよ、嘘見てくれてありがとう。なんかいいわ別に、曇ってるから曇ってるからやっぱ雲の動きを楽しめるわけだって。これ晴れてて雲なかったら雲の動き楽しめないから、少なくとも日陰よりは面白いな雲雲の方が面白いよな。だんだんブン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 ハロー YouTube より雲見てる方が面白いですわ。あー気持ちいい。これただ座ってるだけだと思ったかもしれないんですけど、実は下足湯になってですよね。見たことありますかこんなの。これはいいね。ここでなんかちょっとお茶でも飲めるのかな。